港町神戸、神戸市民そして観光に訪れた方なら誰しもがこのポートタワーから見える美しい港の風景に魅了されたのではないでしょうか。神戸ポートタワーは今年11月21日に開業50周年を迎えます。50年迎えて再認識していただいて、その昭和39年みたいに90万人と言わず100万人来ていただきたいなというふうに思いますね。50年という歴史を持つ神戸ポートタワー、愛され続けたわけは一体何だったのでしょうか。現在ポートタワーの運営を担当している神戸港振興協会の森田清さん、森田さんは神戸港で行うさまざまな取り組みを30年以上続けてきました。ポートタワーは港を見てもらうために作ったタワーなんですよね。で、ここから見たら分かりますが、今白い船が止まっているところが第一突堤です。そこから東に 1,2,3,4 と続いてます。タワーができた頃というのはまだコンテナが始まる前で、在来線といわれる昔の形の船ですね、もう一面船だらけの状態っていうのはずっと続いてたわけですね。そういう状況で神戸港をこれから先もどんどん整備していかないといけないっていう、そういう発想が当時の市長さんお持ちでしたので、でポートタワーを作ることで神戸港がいかに重要な役割を果たしているかということを理解してもらおうと、そのために博物館を作ってタワーを作ったんですよね。博物館で港の勉強をする、タワーで実際に港を見てそういう認識を持ってもらうということですね。神戸ポートタワーが開業された1963年、森田さんもこの神戸ポートタワーを訪れた観光客の一人でした。うち の親父が神戸に仕事来てましたから連れてきてもらいました。小学生の時に神戸で一番高い建物だし行こう行こうって来たんですが、登るまでがすっごい行列でなかなかたどり着かなかったんですよね。でやっとタワーに来たと思ったらエレベーター乗せてもらえずにみんな階段で上がってくださいということで方法の手で上がりました。やっぱりすごいですよね。周り今みたいにね、今もう随分高い建物ありますけど、当時は何もないですから、本当に360度の展望、すごいなっていう感じでしたね。やっぱり他のタワーと全然形が違いますし、で最近のタワーっていわゆる鉄骨でコンクリート造りが多いですから、そういう意味ではやっぱり昔ながらの鉄組のタワーで、まあ、新しい面と古い面と両方持ってるタワーがこのタワーかなと思いますよね。神戸港にできた観光スポットとして話題を呼んだ神戸ポートタワー、その後神戸のシンボルとして認知されていきました。しかし1995年に起こった阪神・淡路大震災、神戸の中心である神戸港は甚大な被害を受けました。中取ってでも先端まで全部壊れましたし、コンテナターミナルも全部壊れたし、西は須磨のヨットハーバーあたりから東は第4航空までずっと一応回りましたけども、全部被災してて、悲惨な状態ですよね。まあまさに初めての経験ですから、あそこまでですね壊れるものかというのはありましたね。未曾有の被害をもたらした阪神淡路大震災、しかしこの時ポートタワーだけは被害を受けずに立ち続け、被災した神戸市民へ勇気を与えていたといいます。営業をいつ再開するかというのもいろいろあったんですが、とりあえず町全体が暗いんですよね。電気が来てないっていうのも一つありますけど、電気復旧後もやっぱりそういう華やいだ雰囲気って当然ないわけですから、2月の14日バレンタインを迎えた時に一つやっぱり神戸の街を元気づけようじゃないかっていうことで、タワーと博物館の夜間照明つけたんですね。でそれに合わせてホテル大倉さんがファイトっていう文字を入れて、まさに復興のシンボルというか、ちょっと元気が出ましたよね。神戸のシンボルとして神戸市民を支え続けた神戸ポートタワー、森田さんは50年という節目を迎え、これからのポートタワーの在り方をこう語ります。作った当初が
港を見てもらうためのタワーなんですよね、テレビ塔じゃなくて。で今もこのもちろん同じ場所にあるわけですけど、やっぱりこの港の変遷を50年間見てきたタワーだっていう、これからもまたあと50年100年と見ていくわけですから、やっぱりこれからも当初と同じ役割を果たすんだろうなというところがありますね。神戸で愛され続けてきた神戸ポートタワー、この神戸のシンボルはこれからも変わらず神戸の街を見守り続けています。